長。お、中村さん。どうしたんですか。お呼び立てして申し訳ございません。何ですか。いやもうね、ヤフーニュースでも見てもらってると思うんですけど。はい、ヤフーニュース。はい。はい、やる気ちゃう。解散しました。え？そうなんですか。え、そうなんですかって。ヤフーニュース出てたでしょ。出てましたっけ。出てるでしょ。出てない。出てない。大騒ぎですよ。見たことない。世間では。え？いやいやいやそうなんですね。そうですよ。世間では大騒ぎ。はい。いやもうね。はい。ね。3年でしたか4年でしたかね。分かんないですか。どんだけやってたか。まあね。はい。精一杯のつもりでね。のつもりで頑張ってたつもりなんですけどね。つもり多いですね。いやいや、まあまあまあ、いろいろね。はい。まあやっぱりこうね、こうやっていくとエンターテインメントじゃないですか。はい、そしたらね、そのね、方向性の、ね、違いとかね。方向性の違い、はい、いや、なんですか、ミュージシャンか。いやいや、ほらほらほら。え、何やその、何やそのツッコミは。何やそのミュージシャン気取りか。いや、だから、まあ、表現者じゃないですか。はい、ね、表現者、はい、はい、そしたらこういろんなものを見て、はい、結構いろんなものを表現しようとしたときに、はい、やっぱりね、こうちょっとこう不一致があったりとかね。あ、不一致、そうそうそう、はい、細かな部分でね、こうしっくりいかないんですよ ね、 こうね、しっくりいかない、なんていうんですかね、こうフィーリングっていうんですかね。あ、フィーリング、はい、はい、そういうフィーリングが合わない。あ、漫才の、そう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 、そこはミュージシャンしてる。そこは聞こえます。すごい。ミュージシャンか。せえへんな。あ、すいません。そこは突っ込んでください。あ、そこは、はい。フィーリング。ミュージシャンか。まあ、って。来ると思って今、ね、振ってたんですよ。ああ、ね。いや、そこまで求める僕は悪いかもしれません。すいません。いや、こういうとこなんですよ、僕のね。あ、求めすぎなんです。あら。はい、そう、求めすぎなんです、いろんなものを、はいはい、じゃあ自分は一体何なんやっていうことですよ。おお、どうしたんですか、ね、そうです、急に。自分は何なのか、何なのか、人間とは何か、哲学。そう、どうしたんですか、急に。それを日々ね、はい、考えながらね、はい、やってますけども。いや、でもね、まあまあ、これでね、ちょっとピン芸人になるかというね、選択肢もあるんですけど、いやー、でもね、やっぱりね、漫才は捨てれないんで、はい、やっぱりね、漫才やっていきたいんで、はい、横山チョップにね、はい、1ミリでも興味のある方いらっしゃいましたら、もう、何やったら冷やかしでもいいです。はい、はい、冷やかしでもね、ゼロとかよりも、はい、もう冷やかしでもなんかあった方がいいって、なんか、そういうのないですか。そうなんですね。全く何も反応がないぐらいだったら、はい、冷やかしでもちょっと、一件二件コメントがあった方が、その方がちょっとマシみたいなね。そうですね。そうなんです。リアクション欲しいですね。そうそうそう。だからね、はい、何かしらの方法で、はい、まあ、電書バトでも、ね、電書バト、コンタクト、そうそうそう、はい、そんなんでもいいんで、この時代に、僕とコンタクト取っていただければ、はい、ちょっとね、はい、今後の活動にちょっと一緒に、こうやっていただいて、はい、ね、こうやっぱり大きな箱っていうんですか、武道館とかね、いや、ミュージシャンか、そうそう、そういうことや。それを待ってたのよ。そういうこと。あ、そう、そういうことね。今のは分かりましたね。はい、そうか、はい、中村さん、なんですか、コンビで行くか。いや、行かないということで、岡田もちょっとまだまだ頑張りますので、よろしくお願いします。チョップチャンネルでした。ありがとうございました。